京都ノートルダム女子大学はこちらをご覧ください。2021年4月に名称変更する生活環境学科とコースを再編成する子ども教育学科について紹介されています。さらにキャンパス写真の左上には京都の伝統行事京都五山の送り火で点火される廟の樹形を見ることができます。卒業生の進路はこちらでご覧ください。声優、客室乗務員、教員、公認心理師、営業職など進路は様々。卒業生の活躍やお仕事の魅力を知ることができます。学科ページにも卒業生が紹介されており、全ページに掲載されている卒業生の人数は40名。この学科に進むとどんな未来が待っているのかをイメージする上でとても参考になる情報です。在学生の活躍は時間割ページでご覧ください。ここでは国際日本文化学科の8名の学生の時間割、通学スタイル、バッグの中身が紹介されています。学生の時間割は学科ごとに掲載されていますので、自分に近いタイプを見つけて目標にしたり、キャンパスライフをイメージしたりしてください。オープンキャンパスについてはこちらをご覧ください。自分の目的に合わせてミニ講義、学科体験コーナー、キャンパスツアーを組み合わせることができます。オープンキャンパス開催日時は受験生応援サイトでご確認ください。